皆さんこんにちは。友部幼稚園の園長の高野哲也です。さて本日ですね、7月20日予定しております夕涼み会、予定通り行います。はい、日程的にですね、天気予報ずっとですねこのところ眺めてるんですけど、あんまり芳しくない天気予報が続いてます。特にですね夕方から夜にかけてっていうのがあまり良くないみたいです。今ちょっと9時過ぎぐらいなんですけど、今薄日が差してるぐらいのね、状況なんですけれども、夕方ぐらいはちょっと雨が降るっていうような予報のサイトもあります。いくつかね予報のサイトって今ありますのでね、全部手当たり次第に見てるんですけど、曇りっていうところもあるんですけども、これでですね明日がですね劇的に晴れますよとか、大丈夫ですよ、降水確率、すごく低くなりますよとかっていうんだったらば、明日に延期ってこともちょっと予定はしていたんですが、どうも明日も同じような感じの、不安なお天気が続くかなっていうところで、今日やらせていただくことになりました。これはですねやっぱりいろいろその一日延ばすとなるとですね、手配の方が大変になるんですよ。特に保護者の皆さんにご協力をいただいている行事なので、今日だったらお手伝い大丈夫ですけど、明日はちょっと厳しいわっていう方も何人かいらっしゃるかもしれません。そういう時ですともう全部こういろんなシフトを組み直さないといけなくなるありますので、そちらの方の手配にも非常に手間がかかります。だからその保護者の皆さんだけじゃなくてですね、いろんな業者の方に手配して、揃えるものというのもありますので、そちらの方もちょっと一日ずらすというふうになるとご迷惑をかけちゃいます。それでもですね明日の方が絶対にいいわっていうふうになれば明日にするんですけども、どうも同じような感じなので、今日行うことといたしました。ただ外でやれるかどうかっていうのはまたちょっと別な話になります。幼稚園の方では小学校さんの方のですねご協力を得ましてですね、体育館の方も一応お借りしてます。ですから雨とかっていう時には体育館で行うというようなこともありますし、いいから屋外でやってて、その急遽雨降ってきた、ゲリラ雷雨みたいな感じないといいんですけどね、急遽っていう時にはその昇降口とかですね、そういったところに、緊急に避難できるようなというようなことは整えています。子どもたちですのでね、あんまりこう濡れちゃうとかわいそうになりますので、雨の可能性がある時には屋内でやろうかなっていうふうに思っています。天気予報ですのでね、変わる可能性があるんですよ。でこれから先その明日の方が良くなったとかですね、っていうのこともあるかもしれませんし、体育館で行っていたら外全然雨降らなかったっていうこともあるかと思いますが、すごく保守的な考え方をしてですね、できるだけ大きな事故とかですね混乱がないようにということをちょっと一番に考えさせていただきたいので、もし予報が外れたり私のこうですね判断に間違いが結果的にあったという時にもちょっとご勘弁いただければなというふうに思います。時間等はお知らせしている通りの時間で始めさせていただきたいと思います。ですね今年もフレンドセクションズが、まず一番最初にオープニングを飾らせていただくということになっています。今年ですね正直言ってですねなかなかフレンドセクションズまとまんなかったんですね。曲の方がしかっといかなくてですね、新メンバーもいくらか入って、頑張っているんですけども、なんかこうまとまんないなぁと、しっくりいかないなぁと思ってたんですけども、昨日ですね最終のリハーサルっていうか練習やりましてですね、それでもうピシャッとあったんですね。あっつって、これならいけるっていうところ完成度高まりましたので、本番ねどうなるかあまりこれでハードル上げちゃうと大変なんですけども、どうにか間に合いましたのでご期待いただきたいなと思います。それではですね今日夕涼み会の会場でお会いしたいと思います。よろしくお願いします。